はい、皆さんこんにちは。こんにちは。笑顔が素敵で超かっこいいケビンと哲学者山本中彦さんとともにお送りしてまいりたいと思います。お願いします。ドストエフスキーですからね。ドストエフスキーです。私はドストエフスキーは読んだことがありません。そうですか。うん、あれなんか暗い感じがして嫌いなんですね。あ、ロシアの小説みんな暗いです。ね、暗いの嫌いなんですよ。あと名前が覚えられない。あ、ウイスキーボンボンって違うんですね。あ、ちょっとそっちの方がいいかな。ね、大体私ね、あまりね外国の小説読まない。私がね、好きな書物は古事記と日本書紀って言ったら分かるんですよ。何て言うんでしょう。まあ今日はですね、起こることは全て必然であり、なるほど、はい、運命ではないんだよ、はい、これやっぱり山田外国さんとしてはいかがでございでしょうか。まあだって起こっちゃうことはしょうがないでしょ。起こると熱くなりますよね、またね。あ、それは火はね、あ、はい、火ですね、火を認めないやつでございます。皆さんなかなか、ね、海は切り開くんだと思いながらもがいてるんですよね。そうなんですよ。切り開いても何も出てこないんですよ。そうなんですよ、うん、切り開いて助かるのは手術ぐらいですよね。ああ、そうですね、うん、たまにメスを置き忘れたりしてるんですけどね。どうしてなんでしょうね。どうしてでしょうね。やっぱり集中してるやってるから忘れちゃうんでしょうね、うん、で周りに女子さんいますよね。ねえ、きっと落ちてる、黙ってるやっちゃうよとか。あなたの身に起こることは運命ですと、神様は超えられない試練は与えませんってことなんです、はい、これ大事ですよね。試練は与えられないんですよ。神が与えた人間に唯一のものってのは死ぬということですよ。これはもうしょうがない、避けられないんです。ただし他の試練は超えられない試練はないと思うんですね。それがダメだと思うのは自我ですよね。そうです。山本中彦さんと長い付き合いなんですけど、私ダメと思われるって言ったことないですよね、きっとね。多分やっちゃいますよね。やってますよね。スタンダードですか。そうかもしれない。そうです、スタンダードですよ ね、 そうですね。ほら、どっか女の隠した男の人聞いてますか。エンドさんって言うんですけど、分かんないですよ。これ人は心に壁を作ってしまう。どんなのが心に壁なんですか。自分の小さな世界で閉じこもりたい時、うん、でも箱庭的にゲーム好きですよ私。あ、ゲームとはまたちょっと違うかもしれない。富を欲しがるようになったり、地位を欲しがるようになると溝を掘ったり壁を作ったりするんですよね。自分で勝手に幻想として持っている価値を守りたがる。あ、私よく分かんないですけどね、年配の方ですよ。ちょっと気の濃いって言われて、何でしょうか。もっとエバレって言われました。はすいませんっていうか、それがいけねえんだ。何謝ってんだ。ちゃんと俺が帰ってってやれって言うから、いや、はぁ、分かりましたって聞いたこと、ある意味分かんないですよ。面白いね。じゃあもし同じことが今度あったら、うっせえよっつって帰ってくれね。あ、そんなことで、起こることは全て必然だってよくわかります。だから私もね、それをどうのこうのではなくて、あ、この地域が何とかしようよと。オタク的に言うと私は地域オタクですから、地元大好きオタクなんで、知ってる方がいて面白いってやってるからいいんじゃないって言われましたけど。面白がれるかどうかなんですよね。そうですよね。そうなんですよ、うん、新しいことが起きると、うん、受け入れられない人が多すぎるんですよ。この間またこうやってやってきたじゃないかっていう、うん、それがそもそも間違いであるって気がついてないんですか。気がつかないですよね。この間またこうやってきたから今こうなってんじゃないのっていう話なんですよ。ねえ、うん、で訓練されたもの収容所、あの世界は赤い服さん必然受け入れてないんでしょうかね。とりあえず前例踏襲でしか生きていく術がない人たちだ。それと権威が好きですよね。そう、だからどんどん縮小再生産されていくんですよ。だってね、やるべきことをやらずして、うん、生きてぼーっと生きてるなんてのは本当に訓練されたものですよね、うん、本当に不思議だなと思いますからね、まあ、そんなことで起きてることは全て必然であり、はい、受け入れていきなさいよということでございますので、皆様ぜひ広い心でよろしくお願いしております。で次回はリーダーの章ということでリーダーシップのお話をさせていただきたいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。ありがとうございました。さよなら。じゃあ大変ですよ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。アッパーズのあさちゃんでした。なほでした。まったねー。